我が民よ、ヘルガーンの子供たち、私はここに断言する。この日々を歴史に血で刻まれるであろう。敵の軍勢を粉砕し、自らに向けられた銃口に我々は我々の存在そのものをかけて戦ってきた。しかしヘルガーンが平穏に生きることを否定し、故郷を奪おうとする者がいるなら、私は容赦ない報復を実行することを誓う。死死孫孫に至るまで苦しみを与えてやろう。 ISA 最高司令部報道官はミサリの声明に対し次のように述べています。独裁者ミサリは殉教者を装い、こいつのザレ事には腹が立つ。リコ、お前は外交官には向いてないな。チェーン、テンペロを出そう。今回俺は戦線には出ない。そこでお前とセブンに任務を任せるぞ。任せてくれ。軍曹、頑張れよ。 ISA はまた進行第二次隊の派遣を正式に発表しました。第二次隊は約2週間でヘルガーンの首都上空の軌道に到着する予定ですが、艦隊司令官テンペラー大佐によれば、その頃にはすでに第一次隊がヘルガストへ大打撃を与えているだろうとのことです。勇敢なる兵士たちに神の加護があらんこと。意味がない。ヘルガストに道理を求めても無駄だ。集結できるかは我々にかかっている。体を引き裂くことはできる。我々の魂を打ち砕くことはできる。彼らは正当な権利もなく、我々の土地に侵攻し、力ずくで占拠しようとしている。そこに待ち受けるのは何かも知らずに、侵略者をこの空から駆逐するのだ。我らの大地を冬の砂のように埋め尽くそうと、我らは二度とひざまずくことはない。彼らの抑圧に屈することはない。彼らの暴政に耐えることはない。我々は警告なしに攻撃を開始し、一つの手、一つの心、一つの魂で戦う。彼らの夢を押し潰し、付きまとう悪夢となる。我らの先祖の墓を彼らの地に浸すのだ。そして最後の息が彼らの俳優先、我らが町の瓦礫の中から再び立ち上がる時、彼らは知るだろう、ヘルガーンはヘルガストのものだということを。アテンション、アテンション。対空作戦に備えよ。後ろ部隊に続く。直ちに第4作戦室に集合せよ。
おい、セブン行くぞ。全員へ。配置に着く時間だ。悪天候による乱気流に備えよ。あれ見ろよ。もっと接近できたらこっからぶっ放せんのにな。強力な対空システムがあるらしい。アッパーイツ、直ちに搭乗デッキへ向かってください。ノート、お呼びだ。行くぞ。先発部隊は広くやられたようだが、第二陣はすでに準備できている。指揮はネビル隊でアベンジャーを率いている。カフェはビサリ広場でヘルガストをぶちのめしてるぜ。お次は宮殿だな。俺たちはネビル隊の下につくという話だ。要は彼の援護やら特別任務やら、とにかく全てさ。ガザ、セブ、彼女がエブリンだ。エルガストが盗んだ核兵器を追ってる科学者だ。はい。核はどうなってる？今は、何とも言えないわ。リサリを生け捕りにして、彼の計画を暴くしかないわね。簡単に言ってくれるぜ。リサリは丁重に扱って、ベラスケス軍曹。彼は私たちの目標実現に重要なの。政治の話は勘弁してくれ。何百年と続いた憎み合いを終わらせるチャンスなのよ。私たちがヘルガストとどう接するかによって歴史は大きく変わってくるわ。歴史は得意じゃないんでな。今を大切にしようぜ。もちろん。ところでアベンジャーの状況は知ってる？ああ、状況報告は確認した。犠牲者が多数よ。かなりの数ね。敵の防衛はラデック大佐が指揮しているらしいわ。彼の情報は？ベクタ侵略時にレンテ将軍から奪った書類しかないわ。彼はビサリの猟犬と呼ばれているわ。抵抗は激しいでしょうね。やれよ。まずはアルファが車両部隊の先陣を切るわ。共闘砲を潰して。ネビル隊から連絡があるわ。了解。あなたたちの最初の任務は車両部隊の進路の確保よ。まずはコリント川に送り込まれることになるわね。戦術的な状況を見てみると、運が良ければリサリを捕らえてニュー3号の映像にぶち込めるだろう。ECS および発射準備を完了してください。以上。新しいエクソユニットはどうだ？かなり使えるはずだぜ。プロトタイプが実験中に爆発したらしい。じゃあテストパイロットは辞退するわ。ふざけんな。こっちはインストール作業に6時間も費やしてるんだぞ。そうかよ。なら次は完璧に動くな。お前らは熱変化の問題は片付けたのか？ありゃ均一化の問題だった。冷却プラントのスペックをちょっといじって終わりさ。銃弾にはどう耐えるんだろうな。焦るな。重要なのは6ヶ月以上も保ってるってことさ。俺もさ、生きて使えないなら金なんて意味ないもんな。何か聞いたのか？エルガストはレンテとメトラックの後釜を用意してるってよ。そいつの名前はラデック。冷酷な野郎らしい。第一陣を一刀両断したのさ。犠牲者は相当だったらしいが、そんなにひどかったのか？おい、お前ら行くぞ。もう時間がねえぞ。ガザの母ちゃんを寝かせなきゃいけねえからよ。ユニット20から装備確認。ナコ、お前もだぜ。注意を怠ると命を落とすことになるぞ。メンバーの調子はどうだ？準備万端だ。早く戦いたくてうずうずしてる。できることなら私も行きたかった。仲良くやりますよ。任せたぞ。グッドラックリーコ。さあ、オーケー。とっとと片付けようぜ。今回は奴らの星だ。気を引き締めていけ。分かったか？ガーザ、お前もだ。ソリン戦の時みたいにお前のケツの面倒を見てやんねえぞ。誰がその事件を起こしたんだ？ナッコが天然ってのは本当らしいな。うるせえよ。ヘイ、チップダッチ、ショータイム。うわぁ、すげえ。派手なメッセージだな。楽しくなってきたぜ。おい、おい、ラッコ。ああ、地
やめろ。ウーイエーイ、すっげーぜ。マジかよ、この煙見たことあるか。ベクタで多分な。ベクタにはあんなのないだろ。この匂いはミサイルガスだ。吸い込むんじゃないぞ。着陸したらすぐ俺かセブについてこい。一人で観光すんなよ。ヘッドダウン、頑張れ。耐久砲火。マジかよ。なんてこった。捕まれ。距離200。着陸するぞ。そう、水門を開けてこい。ナッコ、お前は見張ってろ。車両部隊がもうじき到着する。気を抜くな。よし、こっちだセブ。行くぞ。ここからリフトに乗れるぜ。手を貸してくれ、頼むぜ。車両部隊が位置についた。水門を開けてくれ。分かった。
ニッシャーはいつでも動ける状態だ。お前たち二人はこっちから援護してくれ。了解了解、行くぜ。危ねえぞ。よしセブン、行くぜ。そこら中にいるぞセブン、敵を食い止めろ。